はい、皆さんこんにちは。バレエコードはない方が良い、初心者のためのギター教室。音楽を奏でる楽しさを一人でも多くの方に知っていただきたい、秋田です。イエーイ。今日はですね、二宮和也さんの虹、ね、嵐の方ですね。この動画を見ると二宮和也さんの虹バッチリ弾けるようになっちゃいますのでね、ぜひぜひ動画を見て練習してバッチリ弾けるようになっていただけると嬉しいです。はい、このチャンネルでは F とか Bm とかね、難しいコードを簡単なコードに変換したり、そもそも簡単なコードしか出てこない楽曲をチョイスしてレッスン動画としてアップしています。よろしければチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではですね、二宮和也さんで虹、デメンソ行ってみましょう。どうぞ。はい、デモ演奏見ていただきました。このデモ演奏をね、遅く再生したり早く再生したり、 YouTube の機能を使ってやることができます。これね、リンク貼ってきますんでね、確認してみてください。それでは虹、出てくるコードを確認したいと思います。まずはね、 G、 Em、 D、 C、 Am。ここまでがアコギ弾き語り基本コード5のうちの5になります。ここにリンク貼っておきますので押さえ方を確認してください。これに加えて B7、 F メジャー7、 D サス4。はい、押さえ方を確認していきます。 B7 は5弦の2フレットに中指、4弦の1フレットに人差し指、3弦の2フレットに薬指、1弦の2フレットに小指、5弦から弾きます。 D メジャー7は4弦の3フレットに薬指、3弦の2フレットに中指、2弦の1フレットに人差し指、4弦から弾きます。 D サス4は3弦の2フレットに中指、2弦と1弦の3フレットを、まあ、小指とか薬指とかでね、そのまま一緒に押さえちゃいます。4弦から弾きます、ね。はい、この曲ね、ストロークはね、コード1つにつき1回って覚えてもらってもいいかな。まあ、全音符だったり半音符だったりね、四分音符だったりとかっていうのはあるんですけども、細かくやるとね大変なんで、1個のコードでジャラーンってね、こんな感じで。そうよ、すねると君は、こんな感じ、こんな感じでこう、まあね、これゆっくりとした曲でこうポロンって弾くので、このなんていうんですかね、優しく弾いてあげるのがまあすごく重要ですね。こうこうやって弾いたらもう曲が台無しになっちゃうので、こう優しく、いつもそうよ、歌もね優しくね
歌ってあげるといいかなと思います。今日はですね、二宮和也さんの虹をやってみました。初心者のためのギター教室、入稿はチャンネル登録からですので、ぜひぜひチャンネル登録をしてみてください。皆さんがより楽しくギターライフをエンジョイできますように。今日もありがとうございました。それではまた皆さん、バイバイ。